剣竜は、ジュラ紀から、初期白亜紀の草食恐竜のグループであり、主に現在北、アメリカ、中国に当たる、北半球で発見される。最初期の剣竜は中国で発見されているものの、断片的には、イングランド南部でも見つかり、地理的な起源は明らかではない。このグループの名のもとになったステゴサウルスは、最も有名な剣竜でもある。剣竜類は、ジュラ紀に、繁栄のピークを迎えたが、その痕跡は白亜紀前期で途絶え、中生代の終わりを待たずに絶滅したと思われる。一方、同じ装盾亜目であり、姉妹グループに当たる、曲竜類は、白亜紀後期に繁栄し、中生代の終わりまで生存していた。彼らの命運を分けた要因については、未だに解明されていない。すべての剣竜は、剣板と呼ばれる特別な骨の列を持っており、これらが、背部から尾部にかけてのプレートとスパイクへと、発達している。多くの場合は、中間的な形態で、スプレートと呼ばれる。特徴的な、長く、狭い頭と角質に覆われたくちばしを持ち、くちばしは、上顎前方、下顎の前方である。同様の構造がカメ目と鳥類で見られる。ファヤンゴサウルスを除き剣竜は前上顎骨の歯を失っている。すべての剣竜が四足歩行性で、四肢には蹄に似たつま先を持つ。ファヤンゴサウルスより後のすべての剣竜は前肢が後足より短くなっている。短い肢が速度に制限を加え、またその体のサイズが二足歩行を妨げた、そのため速く走れなかったことを示す。剣竜は、もともと、オーシーマーシュにより1887年爬虫類の一つの目として命名された、今日では、一般的には装甲を持つ恐竜である装盾類に、含まれる下目として扱われる。剣竜には、ファヤンゴサウルス科とステゴサウルス科が含まれる。ファヤンゴサウルス科は、初期の剣竜の渡河であり、初期から中期のジュラ紀に生息していた。一般的に後のステゴサウルス科より、体が小さく、短く高さのある頭骨を持っていた。通例、中国産の模式属ファヤンゴサウルスのみが含まれる。しかしながら、イングランドより非常に断片的にのみ知られる、レグノサウルスは下顎が非常に似ており、この渡河に含まれる可能性がある。大多数の剣竜類恐竜は、ステゴサウルス科に属し、後期ジュラ紀から、前期白亜紀に生息していた。最もよく知られた、剣竜ステゴサウルスを含んでいる。この渡河は、後半に生息し北半球からアフリカに渡って、生息していた。かつて、剣竜に属するとされたドラビドサウルスは、インドの後期白亜紀の地層から発見され、最後の剣竜ともみなされたが、現在では、剣竜ではなく長頸類であるとされている。装盾亜目デンバー自然科学博物館のケネス・カーペンターにより、2001年ヘスペロサウルスの記載論文において先行的な剣竜の系統樹が発表されている。基盤的な剣竜であるファヤンゴサウルスをアウトグループとして使用している。ステゴサウルス科は、すべてのファヤンゴサウルスよりステゴサウルスに近縁な、剣竜と定義されている。中近ゴサウルスの位置についてはデータ不足により、不確定である。ステゴゾーリア。フヤンゴサウルス。ステガソアリデー。中近ゴサウルス。キアリンゴサウルス。ウロサウルス。ダセントルールズ。ヘスパーサウルス。トゥオジーアンゴサウルス。カントロサウルス。レキシビサウルス。ステゴサウルスステナップス。S. アンギュレーティス。現在、中国で発見された、いくつかの種については公式には記載されていない、カンドサウルス及びインシャノサウルス。公式な記載論文が発表されるまで、これらの属は、裸名として扱われる。ありがとうございます。